こんにちは。つぶつぶニュースの時間です。夏用クッションはニトリで決まりました。おととい未明、我が家にニトリの冷感クッションが届きました。つぶは、なんだこれはおもちゃかなといった様子で遊び始め、夏用クッションがお気に入りとなりました。買ったばっかりのれ、ね。飼い主は、喜ぶのはいいが、穴を開けるのはやめてほしいと注意を呼びかけています。 突然の雨により、お散歩に行けませんでした。前回、レジ袋で作った即席レインコートを着用させられた際、次回の雨までにレインコートを買っておくと約束した飼い主ですが、当日になってレインコートを買い忘れていたことに気づきました。納得がいかず暴れまくる粒でしたが、 最後は大きめのおやつで手を打ちました。フローリングべちゃべちゃ事件の決定的瞬間を捉えました。ダメ半年ほど前から頻繁に床が濡れる事件が発生しておりましたが、その決定的瞬間をカメラが捉えました。 なお捕まったジャックは反省の様子が見られず再犯の可能性が高いことから寝る前のおやつ抜きの刑が確定しておりますつぶつぶニュースでした。 一个。